皆さんおはこんばんにちは、ショーパチです。今回ご紹介する本はセックス&ダンジョンです。著者佐原元生、原作ミンカンスキー、キャラクター原案幼いとなっております。コミックバンプにて連載中で、現在は4巻まで刊行中です。こちらの作品の登場人物は主人公西野宗平で、その宗平のクラスの先生である春松柱、クラス委員長である夏の日和、委員長の幼馴染である秋津麻也、最後に冬島恵西となっております。で、物語のあらすじなんですけども、主人公が自宅に帰ってくると地下室に突如巨大な迷宮が現れます。で、その迷宮に入っていくとメモ帳と手のひらに数字が現れてきて、なんだろうって思っていたら、メモ帳の中を見てみると、このダンジョンは女の子とエッチしてラブをあげることでしか強くなれないと書いていました。やばくないですか。普通はダンジョンでモンスターを倒さないとレベルが上がんないっていうのが通常の物語と思うんですけども、このダンジョンに関しては女の子とエッチしたらレベルが上がって強くなれるっていうんですよ。これはもう男の子にとっては夢のようなダンジョンだと思います。で、宗平は迷宮で手に入れたアイテムを持ち帰って気に入った女の子に使っていたずらを仕掛けていく。これいたずらじゃ多分済まないレベルです。主人公である西野宗平は冒険家の両親を持っており、いつの日か両親と共に冒険へ行くのが夢でした。そして今回地下に迷宮が現れたことによって、冒険家に近づくために不在の両親に代わってこの男女の攻略に乗り出していくというお話となっております。以上でセックスダンジョンの紹介を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。